ジョン・ミルトン、ジョン・ミルトンは、イングランドの詩人、共和派の運動家であり、オリバー・クロムウェルを支持した。代表作、失楽園は、ダンテ、新曲やアリオスと、クルエル・オルランドと並ぶ、ルネサンス期の長編女子詩の名作である。作曲家のジョン・ミルトンと彼の妻のサラ・ジェフリーの、息子として生まれた。1625年、ケンブリッジ大学クライスト・カレッジに入学。 同年チャールズ一世が即位。学生仲間の間での評判はあまり良くなかった。1629年、学士号取得。1632年修士号取得。1634年、戯曲、コマスが上演される。1637年、コマスが出版される。母親死亡。1638年から1639年、イタリアを周遊。 1642年結婚。新京都革命時に、教会改革論や言論の自由を論じた、アレオパジティカを発表。政府のラテン語秘書として、共和制を弁護。1649年チャールズ一世が処刑される。1652年に、過労で失明。王政復古後は、施策に没頭。1658年。 失楽園の制作に着手する。1674年没。10歳頃のミルトン。ありがとうございます。